スペック丸岡と申します。よろしくお願いいたします。本日の出展の目玉はですね、こちらにあります、LAN のネットワーク経由で高音質伝送を実現する通信プロトコル、ディレッタというを搭載したモデルを展示しております。で、今日はですね、先月発売したばっかりの新しい DA コンバータ RNP DAC3、 こちらとですね、こちらからヘッドホンの音質を聞いていただこうと思っています。それで、今までこのディレッタというものはこういうシルバーのデザインでしたけども、今回こちらの新しい DA コンバーターにデザインを合わせたこのブラックのタイプも本日出展しております。で、ちょっとディレッタの概要だけ ご説明させていただきたいのですが、通常ハードディスク NAS と NAS から DA コンバーターに音を再生していますけども、この方式はどういった特徴があるかというと、こちらのターゲットというこの UB1 と NAS との間でホストとターゲットの関係がを作ることでですね、実は信号の伝送方式が変わります。通常のネットワーク LAN 経由のネットワークだとこういう波形で送るわけですが、このディレッタを使ってホストとターゲットの関係ができるとですね、こういう波形になります。そうすると連続波に近くなって DA コンバーターが再生がしやすくなって、その分音質が向上するというのがこの商品の特徴でございます。で、今回 ご案内したかったのが、このディレッタという商品は主に、ハードディスクを中心に使う、ハードディスクをホストとして使うつなぎ方と Windows PC をホストとしてつなぐつなぎ方が2つあるんですが、これまではこちらのお客様の方が圧倒的に多かったんですけど、ここに来てこの1年こういうPC を Windows をホストとして使うお客様が急に増えてまいりました。その背景としてはやはりAmazon Music とかをメインとするストリーミングのお客様が増えたのということがポイントになるかと思います。ということでですね、会場でも実際にディレッタ伝送とそうでない場合の比較視聴もやっておりますので、ぜひスペックブースにお越しください。よろしくお願いいたします。